長、相当な人物です。工作に潜入、回収、特殊部隊です。アイデン・ベルシオ、インフェルノ隊。コマンダー・ベルシオ、大物だな。いいか、率直に話そう。取引がしたい。アクセスコードを持っているな。渡せば自由だ。教えてくれ。少し力を貸すだけでいい。君にとって正しい取引だ。時間の問題でしかない。あのドロイドへのハッキングも順調に進んでいる。今なら間に合う。コードを渡せ。助けは来ないぞ。帝国に未来はない。どうかな。帝国を甘く見るな。VZ626さて、ID10、タクティカルドロイドか。お前は ID9 よりも新型だな。ハッキングには手こずりそうだ。もう少し優しい扱いはできないものでしょうか。残念だな、アクセスコードがないから無理だ。アクセスコードを探してはいかがでしょうか。キャプテンが官房区画で探してる。それまではこのドロイドのデータにアクセスするには、中を開けてメモリコアから抜いてくるしかないんだ。分析によれば、この ID10、起動したようです。ドロイド、作戦は分かってるな。コンピューターから船の設計図を手に入れ、私の元に来い。やめてください。援軍を送ってください。それはいけません。回路図を入手したら、換気口を使って私に合流しろ。考えすぎなんだ。そうか、官房にいるのが誰とか知ってるか。帝国のエージェントか何かで、特殊部隊。帝国の通信を報告しなければ。おい、解読はうまくいってるか。司令部はエンドワに着く前に報告を待ってるぞ。予想以上に時間がかかってる。複雑に暗号化されてるんだ。急ぐようにはする。確約はできない。そうか、わかった。おい、あのドロイドを通せ。確認した。官房の外に反乱軍がたくさんいる。他のルートを探せ。帝国の通信を傍受した次は特殊部隊の兵士を捕らえるからな。新しいデスターを突き止めたからな。ああ、ソウルの足だ。ゴールド中隊、グリーン中隊、心の強さ、グレード中隊。この戦争に勝利できる勢いだ。どこかから
しろ。まだ足りない。終わったら報告しろ。どんな感じだ。やっぱりパワーカプリングはやってハスク、聞こえるか？よく聞こえます、コマンダーベルシオ。時間通りです。通信センターに向かって移動中。了解。盗まれた帝国の通信を消去したら脱出のために連絡を入れる。ドロイド、ローを開け。おい、ここまでだ。エンドアが済んだらお前は閉じ込めておく。どうするかはその後。あの通信を消去しなければならない。フォースと共に。タッグを頼む。よし、我々はサラストに向かって全艦隊と合流する。しびれさせて。この時が来たのね。興奮しすぎるな。今までにないような戦争が待ち受けている。帝国のドローンだ。おい、誰かいる。エージェントハスク、通信センターに着いた。通信の消去で警報が鳴る。回収の準備を。了解。暗号メッセージを発見。こちらレイス艦長、命令を受けた。帝国艦隊はこれよりエンドアの裏側へと向かう。そこで反乱軍の攻撃開始を待ち。そしてエージェントハスク、いいか。準備を開始します。ブラスターを手に入れ、脱出地点に向かう。向かってる。ボルスも直ちに。通信センターから奴らを逃がすな。前方をスキャンしろ。
ロイド、敵を止めろ。ここだ。注目。よろしい。任務は成功です。私も無事だ。お前の昇進は見送りだな。ああ、残念です。またの機会に。エージェントミーコ、あのジャンプは見事なものだった。よかったです。着陸はどうでした？まだマシだ、ジャベスに比べればな。悪夢でした。提督に連絡を。はい、コマンダー。メッセージは？艦隊の位置は漏れていない。今日で反乱軍は滅びる。フェルの隊をすぐに。コマンダー・ベルシオ、反乱軍の回収チームが到着しました。ですが実行犯はすでに去っています。 S スターのシールドジェネレーターはどうなっている？ひどくやられました。復帰させる方法はなさそうです。デススターは無防備なままか。反乱軍を片付けコロウスに戻れ。皇帝陛下の計画に失敗は許されない。了解です。アスク、行くぞ。ミーコはここから援護を頼む。前方にターゲットだ。ついてこい。了解、コマンダー。状況はどうなってる？気をつけてください。前方に敵が一人います。二部隊います。バンカーに一部隊と撃破したウォーカー付近をパトロール中。了解した。あとは任せろ。スキャンして。
まだ来るぞ。合図を待て。はい、コマンダー。将軍たちの活躍の後ってわけ。ターゲットは確認できない。この辺りは安全だ。この辺りに帝国の気配はない。攻撃！新兵を呼んで。ここにいるぞ。まだいるはずだ。先に進んでるはずです。なら追うぞ。まもなく第4プラットフォーム。シャトルはあるか？いえ、タイファイターならついてる。ここは慎重に。敵の数が分かりません。いや、倒して進むしかない。クズどもを残らず消し去ってやる。いいか、しっかりしろ。嘆くのは後だ。すぐにここを離れる。